雷電温泉は、北海道岩内郡岩内町にある温泉。雷電温泉郷とも呼ばれる。2019年までに、すべての温泉施設が閉館した。地名の雷電の由来は、アイヌ語の第二や、ラエンルムが語源になったという説や、欧州平泉を脱したとされる、源の義経や武蔵坊弁慶にまつわる伝説において、義経が、 アイヌの酋長チッパの娘メヌカと別れる際に来年戻るといい、この来年がなまって来年となったという説がある。刀タナりはかつては国道229号沿いに温泉街があったが2019年までにすべての温泉施設が閉館したため温泉は利用できない。周辺には武蔵坊弁慶が刀をかけた伝説が残る刀タナりカはがある。 奥に進むと、朝日温泉があるが、休業中。温泉宿が開業したのは、当地に国道が開通した1963年である。かつては旧軒温泉宿があった時期もあるが、廃業が、相次いだ。近年では、来電温泉郷で最も大規模なホテルだった。ホテル来電が、2007年5月に、観光家と、旅館が2012年7月に廃業するなど、相次いで閉館した。 この時点で、ホテル来電跡を2011年9月に改装して、オープンしたホテル81と三浦屋温泉旅館の2軒が残るのみとなったが、そのホテル81も2012年8月に、三浦屋旅館も2019年9月20日をもって閉館したため、来電温泉の温泉宿はすべてなくなった。2021年にはホテル81が解体された。 国鉄岩内線が存在していた頃、札幌駅と岩内駅を結ぶ急行列車が組まれていたが、列車の愛称はこの温泉から取られた来電としていた。ニセコバス来電線、来電温泉号停留所。ありがとうございます。